おはようございますおはようございます、はい、今日はですね、これ、見えますか見えません。ウィンドリバー、はい、というあの映画なんですけども、うん、あの2008年の映画、2008年やったかな、2017年の映画で、うん、あのまあ、あんまり有名じゃないんですけれども、うん、もうこれ、2回見たんですね。あの1回見て、まあ、何年か前に1回見て、うん、まあ、非常にいい映画だと思って。 DVD になってたんでまた借りてきて見たんですけれども 2>,、うん、2回見てもやっぱりいい映画でしたあの非常によくポロットも練られていてあのまあなんていうかまあいい本当にいい映画という映画ですねあの、うん、まあ殺人事件というかまあ殺人にできない殺人事件が起きてるんですよであのすごい寒いところなんであのそういうところで走ると肺から出血して まあ、と投資というか死に至るわけけですけどもだからこの検視の結果それを殺人っていうのは言えないんですその雪山で単にこう死んでたっていうだけで殺されたって言えないんだから、うん、だから事件にできないんですよ事件できないから FBI の担当者も一人しか来ないそれも若い女の子なんです、うん、でまあどうもこれは理不尽なことが起きてるんじゃないかということでいろいろ調べていったらあのネイティブアメリカンの 対する差別であるとかそういうのが浮かび上がってきて、うん、あの、まあ、まあ典型的なアメリカ映画なんですけども、その、うん、共同体のそのまあ傷というかそんなが暴かれていくっていう映画で、あの非常にかっこいいんですよなんか、うん、その FBI もかっこいいしかっこいいっていうかそのまあ未熟でどうしようもない女の子がこう、うん、あの成長していく様であるとか。うん <laughs> それをサポートするハンターがいるんですけども、うん、そのハンターがかっこいいんですね。なんか、うん、この。のモービルの。位置であるとか、そういうところから。犯人像をこう、壁がらしていって。うん、最後は、あの。まあ、短距,短距離での。銃の打ち合い乱闘になるんですけども。うん、それが非常にスタイリッシュなんですよね。なんか、こう。まあ。かっこいいんです。とにかく。うん、だから、あの。まあ、機会があったら、ぜひ、ね、あの。 見てくださいあの別に有名なタ,タレントが出てるわけじゃないんですけども <laughs> あの脚本とか非常によくできてるんですだからまああの勉強になりますほんとに是非、はい、ご覧ください。